無線接続を行いたい Android OS のタブレットやスマートフォンの設定で Wi-Fi ネットワークのメッセージ表示が認証に問題だった場合、これまでに接続したことがない、または以前に接続できていた時のパスワードなどの情報が消えてしまった状態です。 Wi-Fi 設定の画面上で接続したい無線 LAN 親機の SSID をタップして接続状態の画面を表示します。この時画面にパスワードを入力する項目があれば、接続する SSID のパスワードを入力し接続をタップしてください。画面にパスワード入力項目が表示されない場合は、切断をタップして一度接続を切断します。接続を切断した場合はもう一度 SSID をタップします。接続する SSID のパスワードを入力して再接続をお試しください。いずれの場合も SSID 下のメッセージ表示が接続済みまたは接続されましたなどのメッセージが出ていれば接続は完了です。